はい、みなさんこんにちは。サムライチャンネルとネバネバチャンネルのテッシーです。今回はですね、イタリアのサルデーニャから撮影させていただいております。妹のアジア、前のお寿司の動画で出てたアジア、はじめましてって、すごいと友達のアンナリーサと、また一人の、あ、じゃなくてあっちにいる友達と一緒に、このサルデーニャ、イタリアのサルデーニャで、旅行ができているということ自体はやはり、コロナの時期からちょっと変更があって、まだなんていうのかな、元の状態にはなってならない、なんか戻ってきたというわけではないんですけれども、一応まあみんなで一緒に、旅行、友達同士で旅行に、またイタリアの中だけで、旅行ができるようになったっていうのが、結構ポイントなのではないかと思います。まあいいポイントですね。でサルデーニャの、この私の後ろ側に表示されるような風景は私の、私と花子のネバネバチャンネルの方でご覧になっていただくことができると思いますので、ぜひ、そこからご覧になっていただけたらすごく嬉しいです。で今回の動画でもう少し、コロナの第3フェーズというふうに言われている、時期はどんな感じなのかという話をしていきます。こんにちは、私の妹のアジアです。はい、ということで妹もこの動画でちょっと撮ってます。 And so like how is it right now, the situation, this phase 3 after COVID, like on the beach with the social distancing? Well, beaches are not that crowded. People try to stay not that close to each other. You can stay close to your friends, of course, you can sit all together, but you try to keep at some distance from others. There is still the need to keep ourselves healthy. で、これはPunta Molentis というんですけど、もうちょっと有名なところで結構混んでいます。混んでますね、やっぱり。人気のあるイタリアのバーの状態はどうなってるかと聞かれたら、やっぱり中に入るときにまだマスクをすることが、必須なんです。手のためのゲルがあったりとか。めちゃくちゃ暑いちなみにイタリアに戻ってきたのはケンブリッジ大学の全ての授業が終わって卒業無事に卒業ができましたので、まあ、一時的にというかちょっととりあえず、まあ、コロナ、のあれもありますのでイタリアに戻ったんですけど、そうですね、まあ、イタリアに戻ったのは6月の真ん中の時期でしたが、その時にも本当に飛行機はまだそんなになかったし、イタリアからイギリスに旅行できるために乗り換えを2つしなければならなくてすごく大変でしたが、一応イタリアに無事にイタリアに戻れました。でこのような感じですね。お店では、お持ち帰りのお料理の方が進む、まあ、ビルスはまだあるから勧められていますので、まあ、今日はピザとかを買ってこんな感じで食べます。チン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 。スーパーとかに行くときに、まあ、まだマスク、中に入る前にマスクをして、そうですね。今は結構びっくりなんですけど、人が結構ね、多いんですね。だから広場とか、まあ、街には普通に人々が戻ってると思うんですけどね。ただ、多分中レストランとか、まあ、そういうところに入ると、みんながマスクとか、すぐにマスクする、まあ、準備
できてると思います。多分、今だけみんなが出ている理由は、まあ、昼間は誰もいない感じですので、まあ、夜はみんなが出て、やっぱり昼間はすごく暑いですので、まあ、海とかに行ったりするんじゃないですけど、それでまあ出てこんな感じなんですね。で多分、まあ、コロナがあるっていうのが まだ危ないということは、みんなが普通に意識にしてある意識にしているので、もうコロナのことはあんまり口に出さないという、印象を受けていますけれども、それでもまあ注意したり、するんじゃないかと思います。今はジェラート屋さんにお見に行くんですけど、こんな感じになってます。マスク と、ここで待たないといけないとかですね、距離とか。例えば距離を守ってくださいというふうに書かれています。結構リフレッシュ、ormai mi sembra un effetto。 Beh ragazzi, allora comunicare qua, questo lo dico è su Goku。すごく不思議なことにね、一緒に来たのに、まだそのソーシャルディスタンス、ディスタンスの、ルールとかが残っている、まあ、それは本当に場合によってなんですけど残ってはいるので、じゃあみんなにしては6人で同じテーブル使っちゃダメというふうに言われていて、それで、2つのテーブルで分かれました。Italian spritz。 ありがとうございました。ありがとうございました。あと、まあ、コロナの対策というかロックダウンの時と一緒で、まあ、ロックダウンの直後と一緒で、できるだけ人々が、例えばまあ人々が行かない時に行くとかというようなことを、ちょっとしていますね。なので、まあ、今は朝の5時半なんですけど、ちょっと日の出とかをビーチで空見に行ったりします。朝はそうですね、朝はこんな感じですね。本当に静かで人々がいないので、まあ、もっと安全というなんか安全感があるとみんなが感じています。これはサルデーニャの首都のカリアリですが、で、ウェイターとかはまあ必ずマスクをしたりします。はい、だいたい、外出するときにマスクを、せずに、みんながちょっと不思議なんですけど、マスクをこんな風に手首にしておきます。みんな、すべてのみんながこんな感じで歩いていきます。で、レストランとか、まあ、スーパーに入るとマスクします。ただ今見えるように、外のところだとレストランとかでもマスクをしなくても大丈夫と今、まあ、そういうふうにされています。ただ最近は、感染者が増えてきちゃったというニュースを、耳にしたことがありますね。耳にしてます。なので、これからはまあ電車とか、電車にいるときにまた多分、隣誰かの、隣に座っちゃダメになりますし、制限が少し
強まってくるんじゃないかと思います。またなのでまあ今の状態は長くなんか今のような人々がたくさん集まる場所はこれからもちょっと減少していくんじゃないかと思います。まだまだ本当に、コロナがあるということが分かりましたので本当にそうですね、大変ですが、こんな風にしてます。みんながに行くとどんな感じなのかというと、まずは、距離を守ってくださいというようなサインがありますし、これもあります。電車の中はこんな風になってます。座り、隣に座っちゃいけないというが、実は最近はそれを、なくす、多分もうなくしてたと思うんですけど、感染者がまた増えてきちゃったので、またそれを戻しました。はい、皆さん、トレントに戻ってきましたが、街の中心に行ってみたらガラ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 していますし、人々はなかなか前と一緒で、出かけているというわけではないです。なのでこの何て言うんでしょうかね、まあ、イタリアはこんな感じなんですけれども前の状態に戻ってきているというわけではありませんので、これからもぐれぐれも気をつけていかないといけないんじゃないかと思います。イタリアの中での旅行ができるようになったかといっても、欧州連合とかの中でもヨーロッパ以外の旅行もまだまだです。私もできるだけ早く日本に来たいというふうに思っておりますけれども、本当にこれからもちゃんと頑張っていかないと、そうですね、頑張らないといけないと思います。なのでみんなの日本人も、ぜひ気をつけて、これからも生活を送っていただけたらと思います。はい、では皆さんこの動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。またネバネバの方でもぜひご覧になっていただけたら嬉しいです。